あの時、久保建英がなぜ日本代表でハブられたのか。サッカーにそれほど詳しくない方でも久保建英選手の名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。久保選手は実際の時にスペインの名門クラブである FC バルセロナの下部組織の入団テストに合格し、そのままスペインに渡った経歴を持ちます。よく久保建英は日本の至宝である、久保建英は日本のメッシなんていう言葉も耳にします。久保選手は子供の頃からスペインの強豪バルセロナの下部組織でサッカー漬けの毎日を送ってきたサッカーエリートです。一旦は帰国して FC 東京で J リーガーとしての道を歩みます。 J リーグのデビュー戦で直接フリーキックを蹴らしてもらったというエピソードからも彼の凄さがわかるでしょう。そして久保選手が18歳の時に再び単身スペインに渡り、今度はレアルマドリードに入団します。マジョルカ、ヘタフェなどへの期限付き移籍を経て、2022年にはレアルソシエダに完全移籍をしました。そんなサッカーエリートは所属クラブで良いパフォーマンスをすることを目指しながら、日本代表としてカタールワールドカップのピッチに立つことを当面の目標にしています。2018年のロシアワールドカップでは帯同メンバーに選ばれて、ワールドカップメンバーと練習をするなど時間を共有し、日本代表の4試合を現地スタジアムで見てきました。そして自身初のワールドカップ予選を戦い抜き、日本の7大会連続ワールドカップ出場に貢献しました。また6月の代表4連戦では日本代表での待望の初ゴールも生まれました。しかし久保選手の主戦場である右ミッドフィールダーには、ワールドカップ予選で得点を量産した伊東純也選手や堂安律選手がおり、森保監督のファーストチョイスは伊東選手のため、ワールドカップ出場が安泰というわけではありません。よって今後はこの序列を崩す活躍が求められます。久保選手はサッカーにストイックというイメージがあります。そして頭が良い選手という印象もあります。一体久保選手のサッカーに取り組む姿勢やサッカー IQ はどのようにして育ったのでしょうか。少年時代、幼少期の久保選手のこんなエピソードがあります。久保選手のお父さんの教育方針が面白いので紹介します。彼は次の5か条の教育方針で育てられました。徹底的に外遊びさせる、五感を刺激する、楽しいと思えることを増やす、弟のように育てる、楽しさを優先する、外遊びで遊んでいるうちにサッカーの魅力にはまり、どんどん楽しさを追求してプレーをしていたのでしょう。昔のサッカー漫画キャプテン翼の翼くんみたいです。また彼のお父さんはこんなことも実践していたようです。テレビを見せない、おもちゃを買わない、ソファーを置かない、家の中にいても面白くないので必然的に外でサッカーをする時間が増えたのでしょう。なぜ出れないの？ FC バルセロナから帰国後、 FC 東京アンダー15武蔵、 FC 東京の下部組織に所属していた久保選手、彼はそこで1学年年上の先輩と一緒に練習していました。その中でもテクニックは群を抜いてうまかったようです。そしてピッチ上では年上でもお構いなくチームメイトを呼び捨てで呼んでいました。さすがメンタルも強いですね。そしてコーチがレギュラー組から久保選手を外したことがあります。そうすると久保選手は、なぜ自分はレギュラーで出られなかったんですか、とコーチに聞きました。このように久保選手はサッカーにかける思いが本当に強かったのです。そしてプロサッカー選手になることは夢ではなくて目標であり、プロになるまでのプロセス目標を自分の中にしっかりと持ってサッカーをしていたのです。サッカーテクニックだけではなく思考もすごかったのです。レアルマドリード所属時の練習の時も久保選手は年上選手にタメ口だったらしいです。レアルマドリードといえば銀河系軍団と称されるほどのスター選手の集まったサッカークラブです。その中でも久保選手は態度もワールドクラスだったようです。久保選手は歌っている、東京オリンピック日本代表は4位とメダルは逃しましたが、記憶に残る良い試合をしました。久保選手自身もトータル4ゴールを挙げるなど活躍しました。そんな東京オリンピックにセンターバックとして活躍した板倉宏選手が久保選手の新たな一面を話していたので紹介します。建英はよく喋りますね。学年で見れば5つも離れていますけど、気軽に話しかけてくるし、いじってくる。そして年上からも可愛がられるタイプです。長い間海外でやっているからオープンな性格です。
意外な一面は、竹房はよく歌っていますね。スペインの曲を歌えちゃうんです。久保選手はスペインに長年住んでいることもあり、フランクな性格なのですね。竹だけ席が違う。またドイツのデュッセルドルフ所属の日本代表ミッドフィールダー田中碧選手が空気階段の空気観察に出演して、日本代表のチームメートの久保選手に関する暴露をしたようです。司会の空気階段に、最近思わず笑ったことはと聞かれると、田中選手は竹だけ席が違うと話しました。代表で移動するときに飛行機をよく使うんですけど、前の席はちょっといい席じゃないですか。それを順番に選手が前から座っていくんですけど、年功序列で久保選手だけ入れなくて、一人だけ狭い席に座っていましたと説明しました。他の日本代表の選手たちはファーストクラスに座ったのに、最年少の久保選手だけがスタッフと一緒にエコノミークラスに座ったらしいのです。はぶられていたのではなく、単純に席が足りなかっただけだったんですね。FC 東京アンダー15武蔵での練習時や、レアルマドリード所属の練習時でも、年上選手を呼び捨てにしていた久保選手です。日本代表でも年上に対しガンガン言っているかと思いきや、ちょっと可愛らしいエピソードです。さすがに日本代表では久保選手もチームメートを呼び捨てにはしていないようです。しかし年上選手とフランクな関係を築いていることは間違いないようです。ワールドカップに向けて、4年に一度のサッカーの祭典、カタールワールドカップは目前です。史上初のベスト8を目標に掲げている日本代表ですが、ドイツとスペイン、コスタリカと同組という極めて困難なグループに入りました。しかし、サッカーはジャイアントキリングが起こりやすいスポーツの一つです。ぜひ良い準備をして本番を迎えてほしいです。コロナの影響なのか、登録選手も従来の23人から26人に増えました。これはメンバー選考の当落線上にいた選手にとって吉報です。21歳という若さで初の大舞台を目指す久保選手です。ぜひワールドカップのピッチに立ち活躍をしてほしいです。そのためにはまず、現在の所属クラブであるレアルソシエダで活躍をしてアピールをし、良い準備をしてほしいです。そしてワールドカップ本番で久保選手が得点をして、ドイツやスペインに勝つなんていう結果になれば痛快です。久保選手へのサポーターの期待は膨らむばかりです。みんなで久保選手、並びにサッカー日本代表を応援しましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。